お疲れちゃんさらっとです。今日はですね、シーズンが終わりましたということで、なんとね、全シーズン世界1位フィニッシュしました。こちら CMG イアンですね。イアン、はい、まあ、海外でも有名ですし、まあ、日本でもね、こう知ってるプレイヤーも多いんじゃないでしょうか。いやー、えぐつ1バチさん2個持っております。ホグ使いですね。はい、クエイクホグが世界で一番うまいと言われてます。はい、てか一番うまいです。で、ロケット方式テスラ型かなのホグクエイクの時からずっとうまくて、今の環境のキョスケホグもうまいと。で、そのキョスケホグでなんと世界1位フィニッシュ。いや、マジかっこよすぎるよな。世界1位やっぱ誰でもね、憧れましたからね。はい、ということで、最多8級の化け物イアンがなんとね、世界1位フィニッシュしたリプレイを見せてくれますということで、いろいろちょっと共有していただいたので、そちらをちょっと順にね、見ていこうかなと思います。いや、マジでめちゃくちゃ、あの、対戦相手がえぐい。生命さん、ルーカス、麦、王様、モハメドライトっていう、この方も、知らない方も多いかもですけど、多分全シーズン一桁とかのレベチです。はい、世界6っていう、もう化け物としかやってない。えぐい。まずこんなプレイヤーとしては戦えることがね、もうほんとこの上にいなきゃできないので、いや、すごい、ちょっとリプレイいただいたので、ちょっと順にね、はい、見ていこうと思います。いや、やばいよ、マジですごいね。 CMG イアン世界一です。で、僕はじゃあどうだったんだって言われると、あの、はい、前シーズンと8100ぐらいってね、そこからちょっと落ちたんで、もうあのメンタル破壊で引かれました。はい。ということで、全然なんか最近通りだなって感じで、ロングシーズンなんでね、ちょっとこう最多更新も期待してたんですけど、自分に、なんか全体的に伸びなかったですね。そう、大会とかがあって、他のね、マルチモードとかも出たっていうので、ちょっと全体的にトロも上がらず、そういったのもあり、ちょっとね、今回は最後モチベダウンしました。申し訳ねえ。ということで、ちょっとまた3ヶ月後のロングに8900ぐらい俺も行きてえもんだよ。はい、ということで、キョスケホグ VS のマジアチャオールブレイカーですね、これ。マジでこの、まあ、ホグプレイヤーの、まあ、イアンのリプレイを見るんで、ホグ使いの方にはもちろん勉強になるんですけど、この対戦相手も、まあ言ったら世界一桁ですから、対戦相手のデッキの使い方もめっちゃ参考になります。で、僕マジアチャオールブレイカー好きなんで、普通にもう僕も勉強してます。はい。さあ、で、まあ見てて思ったのは、まあ、このディガーの受け方かな。はい、イアン側のディガーの抑え方と、まあ、ホグめっちゃ飛ばすよねっていう。そうで、上側マジアチャオールブレイカー側は、まあそのマジアチャの使い方とか、この圧着の防衛方法とか、まあ細かいところですけどね、そういうのもちょっと見てもらいたい。そう、この試合はちょっと僕も見たんですけど、いや、マジで単純にホグ通らん。単純にホグ通らんのとマジアチャがきちい。まあ、上側は圧着がきついかな。うん。さあ、ウッドで流す。まあ、これはディガー拾いたかったんでしょうけどね。まあ、相手のこのディガーの位置もまたいい。さあ、これ、相手がトルネを持っててもホグを飛ばします。これがイアン式です。ってか、もうこれが正解です。世界1位なんで。僕だったら、アイスピ流して後ろから圧着出したりとかするんですけど、そういうことしません。あと、序盤からキングにクエイクを当ててます。これ結構大事だと思います。さあ、ここもキョスケで早くも蓋をしていく。からの、さあ、アイスピスケでディガーを完封していきます。やっぱディガーでしか言ったらダメージ受けないので、イアンも。毎回そのディガーをしっかり拾っていきます。アイスピのさ、冷凍時間がちょっと伸びたからさ、この前。そう、それがまたいいんだろう。で、ここも、いや、うまいね。いや、うますぎんだろ、この受けですら。でさ、ここも、もうキングにね、当ててます、クエイク。まあ一応ボムにも当たるように、真ん中ら辺に寄せてね。さあ、すでにプリンタワーとキングタワーの HP が一緒ぐらい。マジアチャには着衣結構徹底してるかな。さあ、で、ここは、しっかりアイスピスケでまた受けていくんだね。で、ホグ飛ばす。いやー、これ徹底してるっすね。クエイクで削る。で、この相手も、このホグでキングちょっと行かれるのがやばいからって言って、できるだけキングもね、削られないように、なんか、スケルトンでカバーしたりとか、
そう、なんか一応キングもあこいつ狙ってんなっていうのを理解しておられないようにはしてるっす。さあさすがにクエイクが毎回低いのでそれを学んでボムと、でカード回しつつダメージ与えつつワンチャン一発狙うと。いやそうっすね、相手もこういうなんかよくホグ使いでマスケホグみたいな、そうマスケをホグで押してダメージを稼ぐムードギャングみたいな、こういろんなね押し出し技とかでワンチャンダメージを狙っていかなきゃやっぱきついよね。さあボムクエイク避ける位置置くとウッドでね、いやいいウッドだな、ね、アイスピスケ、いやこれやばくない、ディガーのダメージさ、まあ、ウッドで多分ディガー数発しか受けてないんですよ本当に。さあでここはいや裏に置くんかいと思いきやの一発入っちゃうんだな。さあですがダメージ的には勝ってる、しかももう気づけば残り30秒、早いな。さあでカード回しウッドクエイクで削る、やっぱ大砲の置く位置もねやっぱマジ打ちに射抜かれない、いやーこの後ろのアイスピンうまい、スケも出さないですね今のも無駄に、変にニット出しても射抜かれるだけなんでね。ここもうまい、落ち着いて最小限で耐える、さあ無理はしなくて、わあすごいねタイブレイクで勝っていくと。まあこれがもうちょっと長引いてたらもうキングをイアンが追ってるかとかなのかな、まあでも長引かねえなクラロワの5分なんで。いやなんかまあ見てて分かる通りミスとかも何もないですね、はい、しかも全て美しい、見てて気持ちいい、いやこれが世界一のプレーですよ。で相手も世界6位なんで、さあ次は王様ですね、王様は30種とか支援体能力前期何位だったんだろう、これ前シーズン何位だったかさ見えなくなったの、あまだ開いて多分まだシーズン終わってログインしてないから見えないんだと思います。さあ支援体能力だ、いや僕キョスケホグまあ使ったことはやっぱあるんですけど支援体能力勝てないんですよ、単純にキョスケ勝てないんですよ。それだからイアンもこれもう泣いてます、はいこれ笑ってるように見えてこれ泣いてます。さあグッドゲームです、さっきもグッドゲーム押してたな、ほらいややっぱきついんですよ親衛隊、まあキョスケと親衛隊でゴリゴリ親衛隊の方が相性良くて、しかもこの王様クラスの親衛隊ロフがマジうまいので、いやこれマジで防衛方法だな、マジで上手い人の何が上手いって守りが上手いんですよ、攻めなんかだって敵倒すもんみんなわかんねえけど守り方をね見るのがいいんですよね。さあここは消えてからのキョスケ、まあ、自分だったらどう受けるかなっていうのを考えながら見るのもいいですね、あ俺だったらこうすっけどそうすんだみたいな、俺だったらこれゴルネに打っとってるのは打たないな、あーで回ってから打っとらんだ、もしかしてロイフグとか来た時用みたいな。さあ一発受けてく、ホグ飛ばすのかな、檻持ってたら相手が攻めてくる、かぶる大砲する、うん、さあこれウッドっすね、ウッド行かなきゃホグ一発も入んないんでね、檻で完封されます。さあこれが神々の戦いスタンプ対決、まあでも結局後半よね、結局のこの親衛隊ザッピーゴルナイホバで両サイ来るのをどうすんのってなっちゃうんだよね。まあ王様側も大砲とアチョクエが意外とだるいけど、まあ言うてみたいなところは逆サイド来るだけでもきついもん、ホグでホバ、さあ高めで受ける、いやーこのホバよ、さあスケで受けてタワーが、あーでしっかり許容っすね、このホバの許容がうまい、でアイスビに走らせてアチクイも延命、さあウッドで一発入らないですけど、いやうまい、でここで2周目ホグだ、よくわかんねえけどうめえなマジで右ウッド左スケだけホグもう一回いくの、これ消えてから、ああやばっ、3周目ホグってことこれもしかして、アンチャクイ、アンチャクイ温存か、ウッド大砲、いやでもホバがやっぱね、ホバは毎回このキョスケのフィジカルでなんとかしつつの
あとは真ん中に寄せてみたいなね。やっぱキョスケいる位置にホバ出したら爆破で当たっちゃうんで、キョスケと離したところにホバ置くと支援隊キョスケで集めつつのタワーできる。まあ、なんかこうなるとなんか相性良さそうに見えるな。相性悪いと思ってます僕はこれ。うん、ホバがめっちゃきつかった思い出あるもん。大砲許容。さあこの防衛は、さあ許容。ちょっとでも流れは変わりましたよ。いやこれでもうだって新鋭隊ロイホグの流れですけどね、ゴリゴリ。さあ早めの大砲、あれ相性いいのかな、相性いい説出てくるっすねいやそんなことないと思うんだけどな。いやなんか結構まあクラロあるあるなのがこう、まあパッと見に相性、ああこっちの方がいいじゃん、枯渇の方が相性いいじゃんみたいなのあるんですけど、意外とこう、うん、めっちゃ上手い人同士、トップ同士だと相性が逆だったりとかも結構あるんですけど、それかいやでも苦しそうだな。いや押されてきてるな。やっぱイリアンが多分レベチなだけっす絶対。このコバやばいな。いや上手い、王様もワンチャン掴もうとしてる。やっぱ追い上げられてる。さあ耐えて、さあ耐えてタイブレイク勝ち。ああやっぱ2倍タイム入ってからめっちゃ苦しそうっすね。絶対きついよこれ。さあ最後は耐えて勝っていく。いや序盤のあの2周目3周目ホグで決め切りましたね。さあこれがスタンプ対決。いや王様もでも詰め方がうまかったですね。よく耐えたな。いやマジで相性はね、本当トルタイとかでも全然やっぱ変わってくるんで。さあ続いて麦です。そう、わかんないよね。俺らはこっちが相性いいと思ってるけどね、実は違うみたいな。ここも異次元対決です。さあまあこんなんもね、枯渇とホグクエイクって、ホグクエイクは100ゼロやんってこうなるんですよ、ね、普通なるんですけど、まあこれがまたレベチクラスだとやっぱホグも通らないと、で枯渇も通らないとなった時のロケ対決とクエイク削りみたいな。さあ麦だからな圧があるなマジ。麦ってあんま枯渇出身だからね。あー、はしまいマイティー、いいなーこれ。あ、でもアイスピか。うわー、うまい。アイスピつけ、これ。ザファイスピカバーで巨石を壊したい。いや、でも麦、このアチャクイの撃つぞー。ウッドか。うわー。鬼やってるやん、こいつ。麦。いや、でも今のはしまいマイティーはそれはするっすよね。ホグつけられたら嫌だから。もともとキョスキョグはね、これファイスピだったんですよ。そう。ああ、もう麦も刺してる。あ、こいつ諦めたっすね。マジで。なんやねん。もう、めちゃくちゃいいね。すげえ、どんなタイムレイクの試合を見れるんやろうと思って、僕この試合見てなかったんですよ、まだ。そう、動画で見ようと思ってて。はい、麦タン。意外とすぐ諦めます。いや、まあここまで序盤に入ったらきついんでしょうね。さすがに。相手が上手いプレイヤーだからこその。さあ、続いて、モハメドライト。あ、ライトの飛ばしてたんだ。あれ一番下を見ちゃったんだ。まあ、そういうことも分かる。ライトだ。王様です。さあ、これもシーズン終盤に流行ってました。ドリルデッキ。神しか使えないデッキですね。やば、1バッチ対決や、マジ。レベチ対決来た。まあ、モハメドライトは昨年の世界大会2位ですね。そう、大会とかでも大暴れして
麦が世界大会1位、もうレベチっすね、最強で、みんな、まあちなみにあとはアイスプカランスケ、いやー痛そう、言わなくてもいいかもしれないですけど、僕の気持ちよくなりたいポイントで一つ言っておくと、なんかちょっと前にやった海外主催の大会があったんですよね、もうチーム戦、なんかそうフリーのチーム戦で僕はイアンと一緒のチームだったんです。僕イアン北シャンだったかな、まあ、試合に出てたので、たくさんアナリストの方たちがいて、なんでそれで世界大会優勝したんでね、そうイアンにキャリーしてもらいましたね、はいっていう3人でもそんなんで、ちょっとこう連絡とかもね取って、リプレイとかもいいよ言ってくれて、いやマジ海外プレイヤーね優しいっすね本当に、しかもね連絡の返信とかも早いし、プレバトとかもしてくれるし、マジでいいやつしかいないっすね、基本強いやつで、またこのアイスピかな、今のファイスピアスケ警戒かな、あーもうホグ来るよねのドリルか、いやまああれかキョスケの受けか、意外とキョスケの受けが苦しそうですね、さっきからみんな高回転だとやっぱスケとかヤリゴブとかコウモリになるから、ね、さあまあここはクエイクが来るからこそのコウモリウッドで守っていくで、ウッド使ってヤリゴブ追加、いやライトのプレイもマジで本当にやばいっすからね、そのライトが破れるっていう、さあハイスピで巻いて、うん、まあイアン側のこのドリルの受け、コウモリの受けはちょっと、さあコウモリしっかりアイスピで固まらない、ウッド到着いい、うん、あー着衣処理なんかいやらしいっすね今の、こんなん強国組めば終わりやんと思うんですけども、いやーうまい、このイアンのウッドが、いやライトが苦しそう、やっぱ施設、まあ大砲高回転大砲にはね、この高回転クエイコが強いですからね、本当に多少の相性もやっぱありますよね、コウモリ最強で攻めでウッド使う子やばくない、さあで許容して、あ着衣消えるなこれ、いや消えないけど2周ね、うわー消える、いやでもウッドのタイミングうまい、完封してく、まあこのライトのデッキもまた使うのがすごい大変そうでディガーでいいやろ、まあ、ドリルっすね、さあ横裏、いやーこのコウモリ追加だが、カシメ逮捕と ISP で完璧に抑えていく、でもこの2周目コウモリがちょっときついように見えてウッドミスる、さあ世界一プレイヤーでもウッドミスっていく、あーうまい、逆サイ逮捕でクエイク避けつつファイスでルート強制、いやこういうのはやっぱ当たり前にしてくるっすからね、まあでもやっぱドリル結構抑えてるからねダメージが通らんっすね、ホグからのスケからの、さあちょっと許容してウッドだけで、いやーきついこれ、ライトのうますぎ2周目ドリルにかぶせてのホグで、なんかぬるっと勝つんですね、うまいやつに、うまいやつというかもう世界の頂点にぬるっと勝って、さあ続いて生命さんだ、生命さん今日スケバルーンだからね、俺この試合見てたかもしれんな普通に、なんかシーズン終盤の僕なんか、まあ、自分が試合するならもちろんした方がいいんですけど、もう結構見ちゃうんですよね他の人のプレー、そうやっぱモルテンとかイアンとか、まあ、麦とかこう、まあ、あとはまるまる専門家みたいな、バルーン専門家、ね、コタツ専門家がこうやっぱ上がってるから、どんなプレーすんだろうっていうのをやっぱ見るんですよね、そうで気づいたら沈まってるわみたいなあれ俺自分の撮るわみたいな、そう感じで結構見るんですけど、これ多分見たかもしれないか、別の試合かもしれない、
方。さあキョスケバルーンガゴムレです。え、これに勝つのマジでやばいよ普通に。いやバルーン相手バルーン持ってんのにゴリゴリアチクイ出すやん。本当にこれはでも怪しいぞ今のは。どうなんだろうマジで。てかこの後やばくねこれ。もう生命さんもかぶせの準備してるもんこれ。バルーンガゴムレ、はい、バルーンからのガゴムレドーンで大砲に寄せないように。もう今のスケも出す守れちゃうんだな。なるほどね、守れちゃうんですね。さあ大砲スケアイスピ回転で、うん、さあまあまあまだまだ試合始まったばかりですけど、まあ生命さん側はなんだろうな、まあアチャクイがちょっと厄介ぐらいかな。さあこれはトルネで釣っていくでしょう。クエイクでさ削っていく。いやこの削りっすよね。まあクエイクの強みではあるんですけど、こういうクエイクがない相手に削れるけども、この後が怖い。さあ先受け大砲、いや上手い人たちは大砲めっちゃ置くっすね。すぐ壊していく。いや足切り出すんだな。これで逆サイバルーン来てもアイスピ大砲で回せるよっていう。あーうまいリセット。あーでも僕キョスケのバカでいかれる。いける。あでもガゴムレやばいっすよね冷静に。わあ行くんだね。圧着位を残すっすね。なんかさクエイクで削る、まあ、ホグはぶっちゃけ入らないので、で大砲。ホグが来ました。え今のホグはまあコストを軽に使わしたいみたいな感じなの。まあ取り根がないでしょっちゅう。いやーこれちょっときついぞ。まあ大砲からの、まあここは高めで、さあ取り根とかない。いやーでもこのホグの防衛ランバーウッドも綺麗。うん、いやでも守るっすねマジで。うまいたちの試合も基本全部タイブレイクっすからね。防衛がうまくてやっぱ守るの方が有利ですからね。プリンセスタワーとかキングタワーあるんでクラローは守ります。守って守ってタイブレイクで勝つんですよ上手い人ら。さあガゴムレのルート強制も今ない。ホグを飛ばす。いやマジでね錯覚ですよこれ。いやホグ側の方が守れるし相性いいじゃんってなるのは錯覚ですよこれは絶対。いやーこれバルーンきつそうだな。アチャクイだってこれ消えたら回んねえよこれ。うわウッドスケアイスピーアチャクイ逮捕。いやトルネハイブうまい。いやーでも耐える。おおでも爆破が入って20秒。僕警戒してるランバーがいい警戒。いやそこのクリークは終わったんだねと誰もが思うが、守るのが世界一。ああもう時間稼いでか。あうまっうまっ。チョスケバルーンガゴムレトルネファイバー相手にタワー2000残すんだな。まあ、セイネさんも言ったらほぼ2000近く残ってるんで、うーん守りましょう皆さん。これからはこれからは守りましょう。守るクラロはねちょっとやっていきましょう。あ見たリプレイ下に行くのかこれ。さああとは見てないのがルーカスかな。いやすごいな、まあ、ルーカスもねもう麦ライトの次といえばルーカスぐらいのプレイヤーですね。さあおう巨北ミラード
サブとかス、まあ、今日好きアイスピー。え、これスナイプしてんじゃね、ルーカス。トルネ入ってんじゃん。なんで、まさかの。いや、わかんない、たまたまトルネードにしたのかもしんないですね。さあ、ホグ対決。でもトレーニングしてるとなんかがねえんだよ。アイスピか、回転5水。いや、アイスピあんな。あれ、なんだ、何がねえんだ。つけアイスピあるよ。ウッドがねえんだ。いや、ウッドあるよ。あ、大砲がねえんだ。いや、大砲はないわ、怪しい。スナイプですね。大砲はないわ、やばいやろ。多分だけど。さあ、だが、トルネ相手にはクエイクで削るようがイアン戦術。ウッド？で、ホグ飛ばすねえかな。いやー、着いたら飛ばすねえか。さあ、無理はしない、後ろから。すごいね、これも。わかんない、その直近のルーカスの試合見ててないから、ずっとこれを使ってたかもしんない。枯渇とかも多いし、ね、さあ大砲。いや、このアチャクイホグめっちゃきつそう。でもアチャクイが、いや、しかもスキャイスピでしょっていうの分かってのこの消える。いや、消えるタイミングも絶妙。いや、強っ。さあ、なぜか押してます。うっと、ドラマかぶったかな。アイスピで完封されちゃうっす。あー、これはちょっと怖い場面ではある。さあ、スケで削りたいよっていう。いやー、このツケが刺さってるのは熱いな。さあ、守れるのか、回して。さあ、ここはキョスケでルート強制ができると踏んでの逆再逮捕ですね。いやー、これは着衣残したいトルネに見えるが、うん、着衣いかれる。いや、なんか後半からと思う。イアンの負け筋が難しいね。まあ、ぶっ刺されるよね、でも、キョスケアチャクイホグで。さあ、からの？いや、ここが。いや、でも、アチャクイ強えな。やっぱ、マルチ上位、まあ、いろんなチャンピオンいますけど、アチャクイが多いっすね。てか、アチャクイとマイティかな、今シーズンは。そう、ゴルダインほぼいなかったっすね。スケキンは遅延スキラでいたけど、まあ、ぼちぼちいるか、スケキンも。そう、アチャクイ、マイティ、スケキン。いや、うまい人たちのこのアチャクイからの低コスト回しがやばいんですよね。さあ、2周目来るが、このまま回して、ルーカス側がすごい苦しそうっすね。やば、ホグはほぼ入ってないけど、まあ、最初に2球まで切ったか。その後はもう全部クエイク、まあ、アチャク、うん、クエイクか。なんだ、めっちゃ釣れてんの。うわー、このでも防衛うまいな。さあ、これはクエイク打って終わりかな。いや、でもホグを入れない。いや、うまい。さあ、シワトルネも諦めかな。いやー、圧勝っすね。すごいよ、でもこれ本当に、これ本当にすごいっすからね。これマジですごいとしか言えないんですけど、まあ、これがイアンの、はい、試合履歴ということで、ちょっとやばいなー。ホグクエイク使いたくなるっすね。ちょっと皆さんも使いましょうか、マジで。世界一いけます。世界一いけるし、何にでも勝てますね、マジで。マジでなんか
俺だったら勝てねえよみたいなのを余裕でやっぱ勝っていくので、守り意識やっぱ守るっすね。上手い人たちはまあ攻めるんですけどね、もちろん攻めるんですけど、やっぱ無駄なダメージはないっていうのが結構思いますね。僕序盤に無駄なダメージとか向けちゃうので、その辺もねちょっと皆さん意識してぜひねちょっとやってみてください。ということで、イアンのね YouTube チャンネルも貼りつつの、概要欄にあの Twitter もね貼っておくんで、ぜひフォローね、はい、してください。お願いします。では僕のチャンネルもね登録お願いします。ではお疲れちゃんです。またね。